疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただき、ありがとうございます。さて、今回のテーマは？日本支援の計画中止に外国人激怒。背景で力を増しているあの国とは？をお送りします。皆さんは LRT という交通網を知っていますか？LRT とはライト・レール・トランジットの略称で、次世代型路面電車と呼ばれる交通手段のことを言います。従来の路面電車に比べて、騒音や振動が少なく、乗降時の段差がない快適な乗り心地が特徴ですね。LRT は専用空間を走行するので、時間に正確に運行できますし、環境に優しい交通手段として、街のシンボルになるようなデザインも多く、ヨーロッパの多くの都市で運行されている美しい車両はとっても印象的。アメリカや中国、東南アジアでも普及が広がっています。日本でもこの次世代型の路面電車導入に向けた取り組みは進んでいるものの、実際にはなかなか普及が進んでいないのが現状です。そんな LRT の導入を日本の支援下で計画していた国がありました。それはスリランカです。日本と友好関係の深い国として有名です。ところが、その計画が一旦中止となり、代わって中国の協力を仰ぐことになったというのです。長年日本が支援してきたスリランカとの関係も、雲行きが怪しい雰囲気に。どういうことなのか、見ていきましょう。スリランカは、かつて国名をセイロンと言いました。この国と日本の友好関係に大きく影響した人物が、ジャヤワルダナ元大統領。セイロン代表として参加した1951年のサンフランシスコ講和会議では、日本を国際社会の一員として受け入れようと訴えた演説で、ブッダの言葉である、憎悪は、憎悪によって止むことなく、愛によって止むを引用し、日本が受けるはずだった制裁措置への緩和に、大きく影響を与えたと言われています。こうしたことがきっかけとなり、日本はスリランカといち早く外交関係を結びました。日本とスリランカとの友好関係は順調に築かれていき、今日においても貿易、経済、技術協力を中心に親善を深めています。そのスリランカは内戦収束後は経済成長も目覚ましく、10年前には1人当たりの GDP が5年間で約2倍へと成長。貧困率や失業率も大幅に減少しました。最大の都市コロンボでは、1日約100万人が行き来するほどの発展を遂げていますが、同時に大規模な渋滞も発生して問題となっています。そこで、日本の技術支援によって、鉄道建設や道路整備を行い、渋滞を解消しようと計画されたのが、次世代型路面電車 LRT 整備計画。2016年にはスリランカ政府が事業計画を立て、スリランカ政府と国交省、日本企業が話し合って調査リポートを発表しています。具体的には、中心地ペタから東に 15.7km、 16駅を作る鉄道計画で、前政権のシリセナ大統領のもと、2019年3月には国際協力機関 JICA による約300億円の円借款契約で締結していました。日本の協力によるインフラ整備計画に対する期待は大きく、中国への依存離れを印象つけるスリランカ外交をアピールした形にもなりました。ところが、2020年9月、現在のラジャパクサ大統領が突然事業の打ち切りを指示したのです。日本のコスト面の高さを上げ、コロンボの都市交通インフラとして、費用対効果が適切ではないと判断が下されたとのことです。コストの問題が理由とされていますが、この背景には中国への配慮があるのではないかと疑念が持ち上がっています。実際、その後、すぐに中国外交のトップがスリランカを訪れ、中国の経済圏構想である一帯一路を打ち出した協力で合意したというのです。ラジャパクサ大統領が就任したのは2019年11月。2015年まで10年大統領を務めていたマヒンダ氏の実弟にあたる人物です。
マヒンダ氏は親中派として有名で、中国に依存した外交を行っていました。しかし、大統領時代、中国の支援で南部のハンバントタ港を開発したものの、債務返済に窮した結果、ハンバントタ港の運営権を99年間にわたり中国側に譲渡するというツケを払うことになっています。中国との蜜月や汚職によって、2015年の大統領選で敗北していますが、実弟が大統領になったことで、今度は首相に任命され、兄弟による政権が誕生。再び中国に傾いた外交が懸念され、中国支援の大型インフラプロジェクトが進むのではないかと予想されています。スリランカ政府は中国について言及していないようですが、スリランカの人々からは、突然の日本の支援打ち切りへの批判や、政府に対する厳しい意見が寄せられていました。ここで、その声の一部をご紹介します。スリランカの反応。これは衝撃だわ。マジでやめて。俺たちが欲しいのは日本品質だ。安い中国製ではない。まともな運航は2日持つか、それても3日持つのか。この国の政治家は、品質や国家のことじゃなく、懐に入るお金のことしか考えちゃいない。俺たちスリランカ人は、なんてラッキーなんだ。質の悪いものに、高い利息を払い続けるという、他の国には、不可能な名誉を手に入れるんだ。日本製と中国製を比較してみれば、なんで、40年間使うものに、50ドルではなく、100ドル出すのかわかるだろうよ。中国製と日本製と、じゃ、品質に、大きな違いがあるというのに。俺たちには、中国製の方がふさわしいか。当然のことですが、中国製に対する評価は、厳しいものがありますね。日本と LRT 計画を締結した前政権のシリセナ大統領は、全方位外交に努め、インドや欧米との関係強化を図ろうとする政策を進めていた人物です。対中依存を修正しようと、汚職問題の調査を進める姿勢も見せていました。しかし、2019年春頃、ラジャパクサ政権時代を良しとするナショナリズムが再燃し、半年後の大統領選では、過去に、反体制勢力対策で成果を上げていたラジャパクサ側が勝利。再び中国に傾斜する流れとなり、日本支援の鉄道整備事業を排除する動きになったと言われています。一方で、じわじわと影響力を見せる中国。一帯一路政策は、どこまで勢力を広げていくのでしょうか。2013年に打ち立てられた巨大経済圏構想では、アジアとヨーロッパをつなぐという物流ルートに、沿線国50カ国余りが参加予定でした。それが、今では、アジア、アフリカ、ヨーロッパのおよそ100カ国に広がっているといいます。沿線国だけでも、世界人口の6割、GDP 国内総生産は、3割を占める巨大経済圏を拡大しつつある中国。スリランカのハンバントタ港などを抑えて、影響力は増すばかりです。このままだと、スリランカの中国化は、ますます進み、日本の支援が入り込む余地がなくなるのではないでしょうか。ここで、また、スリランカ国内からの相次ぐ怒りや落胆の声を見てみましょう。スリランカの反応。日本より中国を選んだというなら、最悪の判断だぞ。中国の高速鉄道って、多くの犠牲者を出す事故を起こしてたよね。安全面に関して言うと、日本製は世界最高だ。運営開始から53年、犠牲者が出る事故を一度も起こしていない。日本のテクノロジーと中国のテクノロジー。この二つの違いがわからない政府関係者が決めたんだろうな。日本は中国より低金利での借款を提案してたんだよ。なんでこうなったのか、政府は国民にはっきりと説明するべきだ。愛する祖国は、すでに、外国の手に渡ってしまったのか。まさかここに来て、日本を裏切るとはね。政府よ、はっきり言って、あなたたちは無能だ。半分のコスト、半分のクオリティ、倍の利子。それが中国を選んだ結果よ。このプロジェクトの利子は、
6% か 7% くらい。日本は 0.1% だし、技術またも中国よりはるかに優れているのに。利子を考えると日本案の方が安くなるんだよね。政府内には計算できる人間がいないのだろうか。中国製になったらこの先何回回収の必要が出てくるんだろう。中国製の初期費用は安いけど、先のことも考えないと。ちなみに日本が提示したプロジェクトだと10年から15年は初期費用以上の支出は出ないと推定されている。リスクを分散せずに全力で一国に傾斜するつもりか。しかもその国は俺たちから土地を奪おうとしているのに。 LRT プロジェクトが中止されたのは中国のせいなの？中国人はいつも口だけで最悪なクオリティのプロジェクトを完成させるけど、日本人はそんなことしないのに。何度修理する羽目になるのやら。20年間にかかる利子や修理費用はどうなるの？中国プロジェクトの初期費用はそれを考慮した上でも安くないといけないけど、日本出資の LRT プロジェクトは10から15年間は余分な出費が発生しない計算なのに。日本は寛大な利率を提示してくれたのに、政府の人間はそれだけじゃ物足りなかったようだな。やっぱり自分たちにもお金が渡らないと。国の指導者によって未来を左右されてしまうスリランカの人々の切実な声が聞こえてきますね。過度な中国傾斜は海外でも懸念され、米国も中国を強く批判。陸海と主権を握りつつある中国の動きには今後も注目です。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、長い時間を要する LRT の整備計画の今後が気になりますね。スリランカの人々の渋滞問題が解消されるのはいつになることでしょうか。長年の友好関係を築いてきた日本ですから、今後も支援の手を差し伸べる懐の深さを見せてくれるに違いありません。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。